はいえー、続いて、ですね、えー、セントフのプログラムの作り方をご説明します。はいえー、まず、ですねこのフォーカス高さでピントを合わせます。はい、ピントを合わせたら、えー、CCD カメラにですね、枠、えー、の上,上にですね移動させて、えー、枠を映し出します、はい、上部移動させます。 えー、次はですね、えー、セントフです、えー。この今見えてるチップですね、黒いチップのところにですね、えー、L パスでセントフを作るという、L パスですね、という想定でセントフを作っていきます。えー、まずですね、セントフ開始のポイントに、えー、ジョグ。 させジョブ移動させて、えー、いきます。はいポイントを決めたらですね、えー、こちらのアイコン、線と深い視点ていうのを選択してください。はい、入力されたら、えー、次、通過点ですね、通過点を作っていきます。 位置が決まったら、えー、こちらですね、セントフ通過点を選択してください、はいえー。最後ですね、終了点ですね、終了点を作っていきます。はい、終了点は、えー、こちらの、えー、アイコンですね、セントフ終了点を作っていきます。 はい、えー、これで今、L パスの軌跡の作成が終わりました。えー、これにですね、線速度というですね速度を決めたいと思います。これもですね、えー、セントフ開始点の前に入れる必要がありますので、一行作ります。挿入します。はい、この挿入アイコンですね。クリックして挿入します。そしたらですね、えー、セントフ速度という、このこちらのアイコンですね。こちらのアイコンを選択します。 選択すると速度を入力するところがありますので、こちらに速度を入力します。はい、入力したらですね、アクセプトで決定します。はいえー、まあセントフの場合、ですね、えー、まあ移動前の待ち時間とか、ですね、視、えー、点終点のですね、パラメータを設定したいことがあると思いますので、それを設定していきます。 これもですね、セントフ開始点、この軌跡の前にですね、そのパラメータを設定する必要がありますので、1行を挿入します。挿入アイコンをクリックします。はい、クリックしたらですね、えー、セントフ設定というこのアイコンですね、これをクリックします。 はい、そうするとですね、えーまあ、先徒風、視点、終点の待ち時間であるとかあのですね、パラメータが出てきます。えーまあ、上からですね、移動前、徒風時間ということで、えーまあ、移動前の徒風時間を設定します。えー、その下、ですね、徒風前移動距離ということで、えーまあ、助走距離ですね、徒風前のです、ね、助走距離を設定することもできます。 でその次、塗布開始位置補正ということで、えー、この線速度が速い場合ですね。速い場合、えー、線都府開始点にですね、駅がつかないことがあると思うんですけれども、これを補正するものですね。まあ、これも必要に応じてですね、えー、設定していただければいいかなと思います。はい、その次、塗布後待ち時間ですね。まあ、都した、終了した後のですね、待ち時間を、まあ、必要に応じて ください、はいは、えー、そうした通過点待機時間というのがありまして、えー、これはですね通過点で待機する時間ですね。はい、えー、これですね、今回のようなこの L パスですね、L パスを書いたときの,の通過点ですね、通過点で待機する時間を設定することができます。はい、えー、それを。 通過点、ま、待機時間を入れることで稼働、えー、ですね、えー。きれいに、えー、寝ることができる時間です。ね、ね。ものです、ね、これも設定してください。はい。えー、その下、トフ、えー、終了点前、トフ、オフ距離ですね。えーまあ、終了点前で、えー、もうトフをオフしてしまうという。 距離ですね、えー、を設定してください。はい、その下、都府ライン終点での待ち時間ということで、都、え、府、ー、終了点で、塗、え、布、ーまあえー、があオンの状態で待つ時間ですね。これもまあ液剤の状態によって設定してください。その下、塗布後移動距離ですね。塗布後移動距離。 えー、走り抜き距離のことです、はい。これも必要に応じて設定してください。はいえー、入力したらアクセプトを押します。はい、それでですね、えー、最後、6番目に、えー、プログラム終了のコマンドを付ける必要がありますので、2ページ目に行っていただいて、こちらですね、プログラム終了というアイコンをクリックしてください。 えこれでですね、えー、エルパスのです、ね、セントフルのプログラムの作成は終了となります。えー、モードを切り替えてテストランさせてみます。こちらですね、テストランを押します。 まあこれであの、えー、テスト欄で問題ないようであれば、あこのままですね、えー、スタートをして、えー、実際に塗布を行ってください。はい。以上でセン塗布のプログラムの作り方の説明になります。